シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は赤羽骨子のボディーガードについて語ってボディーガードシーデーみたいになっちゃった。安いですよみたいな。早速 T さんいかがだったでしょうか。はい、思ったより面白かったですね。もっとつまんないと思ってたの。なんかこういう映画って言ったらおかしいな、なんとなくのイメージでいつも行くんで、結構予想よりも面白いかなぐらいな、うん、どうなんだろうって思って行くんで、結構あ、意外と思ったより面白いと思って、なんか土屋太鳳さんの役がおい何それって思ってすごい笑っちゃいました。ちょっと見ても誰だか分かんないよね。そう、うん、でなんかまさかそんな展開に彼女がなっていくとは思わなかったんで、うん、面白くて、で案の定なんか宣伝、そのテレビとかの宣伝予告が最近からその土屋さんの正体をバラす予告を始めてるんで、うん、あーなるほど、うまいなって思いましたね。最初知らなかった状態で行ったんで、うん、それが楽しいんで、うん、あとはもうラウールがスタイルいいんで、もうでかいもんね。いやかっこよかったですね、うん、白いスーツが似合ってて、あとはもうキャストが、あと奥平大健くんかわいいよね。かわいい、あのなんかマッシュルームカットじゃなかった今回。そうですね、うん、なんかちょっとこうふっくら見えるというか、あの髪型にするからね。かわいかった、うん、そうだからもうキャストがバンバカ出てくる。あと高橋ひかるちゃん最初誰だか分かんないよね。かわいかった、途中でわかるけど。そう、ね、高橋ひかるちゃんと出口夏希ちゃんの所属するダンス部なんてもうかわいすぎてそりゃ尺長く撮るよなとか思いましたね、うん、キャスト見てるだけで楽しいし、それだけじゃなくても楽しい映画でした。はい、まあほぼ T さんと同じなんですけど、竹内さんがねいつもおっしゃるって先週も言いましたけど、こう若手のね俳優さんいっぱい出てる作品はそれぞれの演技を見てると楽しいので、あと今回みんなゴテゴテ持ってるからさ、誰だかよく分かんないけど、うん、途中で分かって、高橋ひかるちゃんなんか最初誰だか分かんなかった、うん、あとあのちゃんのあのわざとらしいね、わざとらしいあのゴテゴテしたウィッグとかすごいもんね、うん、まあ、あとそのコミック原作なので、まあ、多分原作に準拠している部分とオリジナルで作られている部分の、まあ、その辺が多分、まあ、制作送り手側の、まあ、見せ所なんでしょうね、うん、とは思うんですよね。漫画だよね、もう完全に、うん、そうだから、なんだろう、漫画なんで、うん、漫画として描いた時には容認できるけど、うん、映画になると容認できなくなる部分があるかどうかの分かれ目かな、うん、そうですねという感じはしましたね。まあその辺はネタバレで言及させていただければと思うんですけど、まあ T さんおっしゃったようにラウール君がやっぱりあの前のねハニーレモンソーダでもそうでしたけど、やっぱり彼があの本当に映える俳優さんなので、まあ、それが一番の多分見どころだと思うんですけど、まあ個人的にはやっぱりこれだけ演技ができるんであればもうちょっとこうシリアスな役を見たいなっていう気がすごくするので、それこそ何でもできそうだなと、殺し屋とかぴったり合いそうだなと思うし、なんか次はそういうものも楽しみに、見させてもらえればなというふうに思いました。竹内さんいかがですか。まあ設定を飲めるか飲めないか、容認できるかできないか、映画として楽しめるか楽しめないかにもう分かれてくるんじゃないかなとは思うよね。僕はあの漫画として見たんで楽しく見ましたね、うん、しかもまあさっきもあの言ってるように若手俳優がいっぱい出てくるし、だもうちょっとあのキャラクター設定を活かせてたらもっと面白いのになと思うよね。それをもうね、なんか割と最初の前半の方でみんなどういうキャラクターがあるのに全然それがこう活かされてないのがちょっともったいないよなと思って、でもあんだけいっぱいいると活かすの大変だもんね。ただみんな格闘してるだけだからね、ちょっともうちょっとなんとかなんなかったまあいろんなスキルを持ったボディーガード役っていうことですからね、うん、それだったらそのスキルを生かして悪と戦ってほしかったかな、うん、ってちょっと思いますけど、うん、はい、でもまあ楽しく見ましたね、はい、じゃあお願いします。赤羽骨子のボディーガード
これからネタバレするよ。赤羽骨子のボディガーとネタバレ。なんかネタバレソングいらないっていうコメントもちょっといただいて俺もいらないと思うんだけど。ですよね、うん、これ何が面白いのか。いや、やめてよければすぐにでもやめますよね、うん、っていうことでネタバレですか、うん、もうね、俺も竹内さんと全く同じで、うん、ネタバレいらない。そう、まあ、本当はあのネタバレで喋ろうと思ってたんですけど、その、うん、せっかくこんだけスキル持ってる人たちがいっぱいいるんだったら、うん、その敵に応じてそのスキルを、どのスキルを使うかみたいなのがちょっと見たかったかな、うん、他はまあもうコミック原作だと思って見てれば普通に楽しめると思うんですけどね、うん、そうね、うん、あとはやっぱタオちゃんのね役が、うん、えっていうぐらい作り込まれててタオちゃんなかなか楽しかったよね、うん、見ててね、うん、もうちょっとタオちゃんのキレキレの動きを見たかったな、ね、せっかく久しぶりのアクションだったから、うん、もともと彼女はほらダンスとかやってるんで、うん、あのロケの時もね非常にこうキレがいいアクションがね、うん、見どころだったんで、うん、今回もうちょっと見せてくれるかと思ったんだけど、うん、意外と少なかったんでちょっと残念だったな、うん、ちょっと年齢もこれパンフレット見てるとバランバランですよね。いやもちろんあのキャラクター生かしなんで、うんうん、だってね3時のヒロインの奏とかも出てるわけだからさ、うんうん、あと木村すばるとかね、うんうん、永井美智香さんとかもね、永井美智香、うん、高校生ではないよね。高校生じゃないよどう見ても、うん、T さんはいかがでしたか。そうですね、なんかでも一緒に見に行った友達もやっぱこの一人ずつがあんまり見れないからドラマとかにしたら、うん、なんかねテレビドラマにしてフィーチャリング回があるとね、うん、そうですよね、面白いよ、今回は奏さんとかね、うん、なんかそういう回にするか、うん、まあだから俺はそのさっきも言いましたけど一人の敵に対して3人ぐらいこう、うん、こうそれぞれのスキル生かして倒して、うん、また違う敵だと違う3人が来るとかっていう方が良かったような気がするけど難しいのかな、まあ、多分映画でそこまで描けなかったんでしょうね、うん、なんか大変そうです、うん、なんか原作だと遠藤さんが演じたあの政治家の役ではなくて、うん、元官舎の親分の娘みたいなことらしいですね、まあうん、そうなの、ね、それでなんかその構想に巻き込まれるのを助ける、うん、まあお話グダグダだからはっきり言ってだって1000億だか100億だかかけられたのは誰がかけたのかって話じゃない、うん、で最初はだからそのお姉さんの土屋太鳳ちゃんが演じている正親、うん、がかけたように見せといて途中からもう全然彼女をね殺す気もないから、うん、じゃあその何あのなんだっけ彼が演じている谷田歩美さんが演じているあいつがじゃあかけたのかってもうその1000億だか100億だかもうどうでもよくなってるしね、なんかそこはちょっともうちょっとなんとかなんなかったのかなと思うんだけど100億円って言ってるのにはドルだったしあれはどういうことなのと思うよね見たらね、ちょっとだからなあの漫画でもいいんだけどもうちょっとなんとかあの基本設定だけはきっちりやってほしかったかなと思うよね、うん、そうですね、うん、そうすると誰が見ても面白くなると思うんだけどね、うん、ちょっとやっぱり漫画にこう頼りすぎてるというか漫画ということ漫画の映画化っていうことに頼りすぎてるような気はちょっとしたかな、うんうん、いや漫画だからこそその何映画内世界をきっちりやっぱり描いてキャラクター設定造形などをもうちょっときちんとやってその基本的なお話はこうなんですよっていうことを観客に飲み込んだ上で最後のクライマックスっていう運びだと納得して面白く見られるのに別にあれどこでもいいしねはっきり言ってね100億どうでもよくなってるしなんかあの世界中からいろんな殺し屋が来てたはずなのにもうなんか谷田歩がリーダーのあのなんかあそこのなんか話になってるしなんかもういつの間にか自分たちで作った設定をどんどんこう裏切っていくのがもうなんかもったいないよねせっかく最初に設定作ってんのにというふうには思いました。だけどまあそういうことを言うのも別にねそういう映画でもないしっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあねあの銃とかも出てきてるからそれはもうノンリアルに決まってるんですけどね。ノンリアルに決まってんだけどね、うん
まあ、だとしたら、まあ、私も武井さんおっしゃるようにそれを楽しませるためにどういうふうに構造を作っていけばいいかって、ね、だからいい加減に、うん、我々の地続きの世界じゃないよ、いい加減な世界なんですよっていうのはいいんだけど、うん、いい加減な世界がどういう世界であるか、うん、でどういうあのそのキャラクター造形なのか、うん、そこがやっぱりちょっと肝かなと思うんだけどね、うん、それがまああんまりこう途中から自分たちでどうでもよくしちゃってるのがもったいないとこだなと思いましたね、うんうん、まあでもこれラウル君のファン中心にそれぞれのキャストのファンが来るから、うん、とりあえず数字の方はですね、うん、初登場6位ですが337スクリーンで、まあ、アベレージが55万897円ということで、うん、まあまずまずかな。まあこれ夏休みだからね、うん、多分平日もそんなに変わらないだろうと思うし、うん、1億8500万円ということは、うん、まあ初週で3億5000万ぐらいで上がってくるんだろうし、もう2週目は日本で一番入ると言われているお盆ですから、うん、まあどう見積もっても失敗はしないよね。もう、そうですね、松竹としてはあのこういう世界観で、まあ、中高生中心に、動員してもらって夏休みのお盆のところに封切れば失敗はないよねっていう割と手堅い企画だったと思うんですよ。ラウル軍を支援だしね、まあ、そうい う, こうビジネス枠の中で考えていくと、まあ予定通りの映画だったんじゃないかなと思うよね。しかもちゃんと予定通りに作り上がってはいると思うんですよね、うんうんうん、だからまあなんていうのかな、まあ旧大店のビジネス映画というふうに言えるんじゃないですかね、うんうん、これしかもラブルファンは見てもがっかりはしないと思うんだよね。全然それないと思います、うん、もうちょっとあの動いてるシーンをもっと見たいなっていうのはあるけどね、うん、やっぱりどうしてもほら割っちゃうからねカット、うんうん、もうちょっとなんとかそのアクションシーンをアクションとして見せてもらえると、うん、この赤羽骨子のボディーガードっていう世界観の枠がしっかり楽しく見られると思うんですよ、うん、せっかくだって山本千尋とかさ動けるキャストもいっぱい出てんのにさ、うん、山本千尋 VS 土屋太鳳とか見たかったよねちょっと。そうですね、うん、なんかそういうさなんかこう、うん、娯楽映画の醍醐味だから踊りももうちょっとちゃんと見せてほしかったし、みんながちゃんと動ける動いてるところをきちんとカメラで捉えてほしかったなっていう気持ちあるよね。ちょっとカット割りすぎだよなと思いました。うん、もったいないよせっかくこんだけのキャストが出てる。だからまあアクションがねこれだけあって若干コメディタッチっていうことであれば、うん、ベイビーワルキューレみたいにするっていうのはないんですかね。そのさベイビーワルキューレみたいにするっていうのがみたいにするっていうか坂本監督に監督してもらうとか、まあ別になくはないと思うけど、なくはないか、うん、でも別にそこなんてその地平じゃないんだよね、これはね、うん、もともとだからもう松竹としてはこれ多分企画したのは誰だか知らない、うん、フジテレビどこ、これはフジテレビかな、うん、企画は、うん、だから企画した人はもう別に満足してんじゃないかと思うんですよ。送り手の知恵としては十分なり得てるけど、やっぱ見てるとそこかしこにこうもったいないな、もっとこれが見たいなっていうふうに、うん、あの観客に思わせてしまうとこあると思うんだよね、うんうん、そこがなんかな。だってラストの踊りのシーンもさ、もうちょっとなんかすごいと思わせるものをねえなんかね見たかったよね。なんかあの襲われるっていうその大義名分で踊りをなんかしっかりと見せてないっていうのがやっぱりもったいないと思うしさ、うん、じゃあちょっとまあ繰り返しですけど坂本監督とかがあの、まあ、こういうスノーマンの人たちとか使ってアクションをやるっていう企画を打ち立てればそれはそれで多分あの成立は絶対するじゃないですか。まあね、うん、でも多分そしたらこの題材は選ばないと思う。そうそう、うん、でそうするとファンの子たちも来るし、うん、まあ坂本ファンのアクション映画ファンも来るじゃないですか、うん、で多分どっちも満足できるものが作れるような気がするんですけど、ね、まあ、作れるかどうかがポイントだよね。そう、作れる可能性はあるんだけど、可能性はあるけど出来上がるかどうかは分かんない、うん、分かんないけどね、うん、分かんないけどちょっとチャレンジしてみたく、こういうの見るとそう思う。ただまあそういう地平を多分、うん、こういう送り手はあんま考えてないと思うんだよね。そうだろうな、うん、じゃあ佐藤さん作ればいいじゃん。作りたいですよお金さえあれば。いや別に企画だけでいいじゃん。まあね、うんうん、じゃあ坂本監督どうすか、オファーしてみよう。ちゃんとその代わりまとめるだけの手腕がないと
そんな力技佐藤さんにできるんですか、ね、なんかこんなやってやってほしいんだけどな佐藤さん、それだけじゃ映画はできませんよ、どっちに向かえばいいんですか我々は、とかって言われちゃって、まあ、北極かハワイかね、うん、目的をね、はっきりして、うん、だからあのコミコタルなこういうコメディ作品は結構難しいじゃないですか。そうなのよ、コメディ作品だからこそ、うん、漫画の映画化だからこそ、うん、ちゃんと作んなきゃいけないところをおろそかにしちゃいけないわけよ、うん、それがやっぱりちょっと見てて不満なんだよね、こういうタイプの映画って、うん、せっかくこんだけ揃えてんのにキャスト、そうそうそう、もったいないよね、そうそう、本当に。だってワンシーンワンシーンとかワンカットワンカットのそのね、演者さんの表情とかこう演技はまあ、なかなか見応えはあるじゃないですか、うん、なかなかうまくやってるなとは思うわけですよ。もっと面白く作れるはずなんだよね、そうそう、これはそう、そういうちょっとじれったさ感はありますよね、うん、じゃあてめえがやるよって感じだね。そうなんです、そうなんです で多分まあ別にこれでいいじゃんっていう、っていうか送り手は多分そこまでのことは考えてないんだよね、うん、これでもう十分その自分が考えてる地平は立脚したというふうにお考えなんだとは思うんだよ、ね、だから原作権を確保して、うん、あとはキャスティング揃えてね、ラウルさん決まったらじゃあこの人数でできるだけいいキャスティング、うん、スケジュール合わせられる人集めようってなったら、うん、こんだけ集められたっていうのは、うん、それはそれですごいと思うんですよ、すごいよね、よくこんだけ集めたらと思うよ、うん、なかなかだからラウル君だって忙しいからそんな時間取れないと思うんですよね、うん、撮影にだからこうスケジュール縫いながら撮るわけじゃないですか、うんうん、でそこに合わせられる人たちをでとはいえみんなさやっぱり人気者だから、そうそうそう、そうすぐすぐねキャスティングできないと思うんですよね、うんうん、この人数、まあ、よく揃えたよね、うん、本当と思いますよ、うん、だって脇の人たちだってそうだもんね、うん、だって津田健次郎さんだってドラマ出まくってますから、ね、でも津田さんほぼワンシーンだ多分あれ1日3日でしょ、うんうん、私の好きな安井純平さんも出てますからね、安井純平もちょっと出てるけどね、うんうん、でも彼もさもうちょっとだったらなんかないのかって思うじゃん、あんな結構重要なキーパーソンなのに、ないよね、皆川サルトキさんもあんまりサルトキさんに見えなかったな、えどう見ても皆川サルトキにしか見えなかったけど俺はこの間の猫みたいなイメージしかないからさ、うん、ちょっと顔のメイクが似てますそんなに深く語る映画でもないですか、うん、だけどちょっとなやっぱりあの僕はあの面白くは見たけど不満が多いですよね、せっかくこんだけ揃えるんならと思いました、うん、まあ監督はお祭りのようなバラエティに富んだ作品になったと思います、うん、まあ確かにおっしゃる通りですね、まあ、送り手だからそういうことしか考えてないんだよね、うん、きっとね、しかも見た人はほぼみんな満足なんでしょうし、うん、ね、うん、そういう意味では、うん、まあだから細かいところも作り込みは知ってるっちゃ知ってますからね、うんうん、その細部がこううまくもうちょっと連携してくれないかなと思うんだけど、うん、なんか舞台上でさ、うん、タオちゃんがあのね、うん、落ちてくるやつ止めるじゃん、うん、あれもだからあのあと描かないっていうのはどうなのかなと思うしさ、うんうん、あんでいきなりなんかスポットライト役になってるしさ、うん、はどうなったのかなとって思うじゃんね、あの辺がなんかもったいないんだよな、だからなんか戸塚君もちょっと分かんなかったな、戸塚純喜ってどんな役だろう、もう分かんないですよ、髪の毛でしたね、忍者、うん、忍者だっけ、忍者だっけ、忍者だよね、あ、忍者、戸塚純喜だったんだ、全然分かんない、分かんなかったね、うん、うん、それも売りにしてるんですかね、いや、売りにはしてないんじゃない、うん、だってね、さっきも武田さん言ったけど、あのちゃんのこの金髪もなかなかすごいよな、ちゃんとこれってどうなんですかね、どういう意味、どういう意味で、このパターンで、だから全く元がでもあの喋り方と YouTuber の役見てたらわかるよね、うん、誰だかね、これをいつものこうおかっぱみたいにするっていうのはないんですか、ね、多分原作に寄せてんじゃない、そういうことか、うん、そうだね、原作があるから原作に寄せてると、うん、それに合わせてキャスティングしてるから、だからあのちゃんが、まあ、ジャガーって言ったらなジャガーってなあのちゃんがこの奏さんの役をやったりはちょっと全然合わなくなっちゃうのか、知らない、それは多分でもやっぱ遅れてには遅れての考え方があったんじゃないの、うん、ね、うん、
だから原作からまあ改版されてるけど満足な人と、うん、やっぱり原作の良さが今一つ出てないっておっしゃる方と、うん、まあどちらもいらっしゃるみたいです、ね、あと映画的にもうちょっとうまく作ってくれなかったねっていう人もいるんじゃないかな、うんうんうん、まあシネマサロンの視聴者さんだとこの手のタイプの作品あまりご覧にならない方も多いと思うんですけどね、うん、ね、うん、まあでもそのたまに見るとそれはそれで面白いんですけど、いや僕はこういうの好きなんだけど、うん、やっぱりなんか見るとちょっと不満が残るよね、うん、もうちょっと作り込んでくれるとよかったなと思うんだよな、やっぱり、うん、と思っちゃうよね、ついね、うん、でもちょっと、ね、予告編の段階からなんか少しちょっと分かりにくいっていうところもあったんですけど、個人的には どういう意味ですか、でそのなんでこの高校生がボディーガードやるんだろうとかは、うん、あの予告編ではちょっと全然分かんなかったんですけどね、本編見たら分かりましたか、まあ、分かるんですけど納得できるかって言われちゃうとはあそうなんですねっていう感じですかね、ただの役人の傲慢だもんね、うん、まあ、でもラウル君はねもうちょっと違う映画で見てみたいなっていう気がします、さっきも言いましたけど私も本当シリアスな役見てみたいですね、うん、楽しみ、あとねこういうだからいろいろなキャラクター設定のある人が出てくる映画で、うん、ちゃんとキャラクター設定を生かしてるような群像劇をちょっと見たいなと思います、うんうんうん、そういうの作ってくれればいいなと思いました、ました、うん、ということで不満が残りますよね、はい、ということで本日は赤羽骨子のボディーガードについて語ってまいりました、はい、どうもありがとうございました。